大学もポケットロッポ6本持ってる授業行ってましたよちゃんと六本選手っての六本選手高学部なんでこう見えてもだから何々について述べよとかなったらもううわどうしようって、まあ、授業もなかなか行けないんで、うん、当時は学、えー、リーグ戦期間中は学校行かないんで、うん、あえ、他は行くの戦は行くんですよ<う>でまあ関西の大学とか他の地方の大学は多分授業をしながら、まあ、クラブ活動、うん、で,でも東京大学の東洋とかアジア駒澤は僕が聞いてたのはですよ この3つの大学は本当にまあ2か月3か月間のリーグ戦が終わって初めて欠席届をもう次の週から持っていって、うん、その教授に「すいません野球部の誰々です、うん、あのリーグ戦が終わりまして今週から授業行かせていただきます」受け取る先生もいればこんなのっていう感じですよ。は,<ー>はいだから初めて大学時点で初めて学校に行ったのが6月。<laughs> <laughs> で僕一人じゃないですか。 他の野球部十何人はみんな揃ってね、こうブレザーの格好して授業行くんですけど、仲間いるじゃないですか、僕いないんですよ。なんで、だから、法学部だ。法学部だから。学部で違うのか。はい。友達いない。一人寂しく。すごいのがいるわけだ。法学部行ってるんだから、みんな。でも、一応運が良かったのは、同じ寮。で、下宿してて、陸上部とバスケット部が。あ、ラグビー部かな。法学部だったんですよ。そこで、友達になって。 で、先にその子たちは仲間はもう春先から授業行きながらクラブ活動してるんで「うんうん、で、来週から行くねよろしくね」って言ったら行って食堂行ったら「うん、おおひやまこっち来いよー」みたいな感じで「うん、ごめんごめんで」そしたらもう食堂にはね女の子の友達も作ってるし「<laughs> こいつはいいな」みたいなから <laughs> 僕はもう中学男子校、高校も男子校大学行って初めてキャンパス行っても18歳, <laughs> 18歳19歳になって。 六年ぶり七年ぶりぐらいの女の子と喋るんですよ。もう向こうはもうねまあサークル入ってもなんかあええとうの他の一般の女子はサークルとか入ってるじゃないですか。でその間に二ヶ月僕は陸戦間に例えば他のね陸上部やばあのラグビーはもう友達作ってるわけですよ。でも初めてあこんにちはってわ綺麗な女の子やなとか匂いな匂いね標準語の女の子初めてで喋るわけですよ。こっちは関西弁で冷や麦みたいなあ冷や麦冷や麦って言うんだみたいな。 こっちはうん「檜山」って言うねみたいな「あ関西弁面白い」<laughs> みたいな。 当時まだ関西弁ってそんなに行き渡ってなくてやっとさんまさんが東京でぐわーっと名前を打ってすごくなりだした頃でだからかまだ珍しかったんですよ。東京でね、はあ、<laughs> 何を言ってるか分からないみたいなこんなに早口だしで僕はでもでもその時っていうのはそんなには女の子となかなか喋れないぐらい携ケベルぐらいじないし,ないしポケベルぐらいじゃないですポケベルまだなかったですプラ入ってからですもんポケベルは。<laughs> はい、また電話帳ちっちゃいこんな電話帳で、<laughs> こうやって。何番かなとか。<laughs> 時代遅れだね。時代遅れですよ。だから今の子いいっすよね。<laughs> はい。まあでも東洋入って、それで厳しいっていうのを知らなくて、入った時に。まあ春に入る前に、2月ぐらいからもう寮に入って、うん、仮で生活してるんですけど。うん。東洋って強いですねって、まあその前の秋に優勝してたんで、うん、東洋強いんですねと言ったら。何言うとね、今年はやばいと。 もうなリる可能性がある<え>優勝したのにそれが戦国トートやっていうえ<ー>えーみたいな、えー、本当最下位になりかけて、うん、春のリーグ戦はその厳しいっていうのもその最初の1か月の仮の時に分かるんですよ、はい、最初はねお客さんなんで先輩も何にも言わないんですよその仮にもう目つけてるんですよ「うん、こいつは生意気そうだ」とか、うん、で先輩そ,のそれこそ一個上の先輩に「お前気ぃつけるは目つけられてると、うん、えっ僕なんかやりました?」みたいな4月になると最初は1 あの2月は自分のものだけでいいんですよ洗濯物とかも。でやっぱり 4, 4月になると上級生のスパイクや洗濯物もするんですけど、うん、なった時からやっぱり完全な大学生になってるんで「うん、おい一年、ね、いつまでもお客さんは思うなよ」みたいなちょっとそういうジャブが打たれたんですよ「いヒ、まあ、みたいな感じ「いやめろ、ね、<laughs> みたいな感じからのさ厳しいぞおいもうそっからですよねだから何でも東洋ってそこまで知らなかったんで「何言うとんや」みたいな。 「うん、東洋アジアマ澤この3つはな」みたいなから始めるえそうなんですか?うん」そうだあんな,っっっらなあ知らなかった」っっただから先輩の行,くの行くところに行った方がいいとかあとやっぱり部屋長厳しい人の方がまだいいいですわゆる同級生4年生の中でもまあちょっと幅を利かせる。 ってあるじゃないですか、中心的な、うんうん、そういう人の方がね、部屋では厳しいかもしれないですけど、やっぱり自分の部屋をなんで可愛いんですよ。うん、で、ちょっと何かこうまずいことがあったとしても、ちょっとかばっていただけるんですよ。うん、ちょっとこういうことが何かあったとかなったりすると、何。ってこうなるんですけど、でもやっぱり一緒にこう部屋長が他の蒸気船のところに行って、うん、悪いな、部屋間が。とかみたいにくると、うん、その場で収まるんですよ。うん、お前しっかりせよ、ほら、みたいなんで終わるんですよ。うんうん、すみません。 でも、大してやらかさないでしょそんな僕、結構っぱりほんでまた僕次男坊なんで <laughs> やっぱりちっちゃい時次男坊って不思議ですね、うん、次男坊末っ子あと、うん、まあね妹ややっぱり女の子でもそうですけど下の子ってやっぱり上のお兄ちゃんお姉ちゃんがやっぱりお父さんお母さんが怒られてるのを見てるじゃないですかそういういことだ、ね、自分が同じことをしてるのに、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんが怒られた瞬間にふってな「私はしてません」みたいなんあるでしょ。で <laughs> ね上の子は「俺だけちゃうやんいつもやっとるやんあの子もやっとるやん」みたいな感じで <laughs> そしたら親は「あんたがちゃんとしないから弟は妹までするね」とかなるあるあるなあるあるあ、ね、るあであ、うん、るあ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 なある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  で去年からプロ行けると思ったの。僕ね、それこそ今のはギリギリで東洋入ってるじゃないですか。い <laughs> たわく間の練習はもちろん普通にさメンバーはいついつからね。メンバーはメンバー街がね午前中なんですよ。うん、でその午前中監督来ないんですよ。寮とかでこうお客さん社会人野球のやっぱり監督がそういう企業さんとその四年生の就職活動やっぱり裏で監督がそんなことをしてくださったりとかしてるんですけど。昼からはメンバーで当時はやっぱり監督がやっぱり取ってきた特待生やっぱり甲子園組とかやっぱり、うん。 すごいんですよ。うん、なるとやっぱりそっちばっかり見るじゃないですか。うん、でもう一年間レギュラーでと使うぞっていう選手もいるんで。うん、で僕たちはもうなっとどちらかというともう他の一年生ははい向こうで体力つりしてなさいみたいな。一年生なんかははい、うん、感じで僕はそっち側だったんですよ。うん、で,でも自信はあったでしょ？いやなかったです。全然なかったです。本当 <laughs> にメンバーのやっぱりそのキャッチボールキャッチボールというからあのボール回しですねシートノックの、うん、あのボール回し いや、レベルはいあのもう同級生でも同じ1年生でね甲子園組とかあと監督が「こいつ使うぞ」って言った子はもうねすでに34人入ってたんですよ、うん、でもいきなりまだ4月なっていないのに3月のオープン戦でもう345クリーンアップです同じ1年生で一番バッターも上総学院の子で1年生が4人いきなりレギュラーはあ使ってて、うん、監督は同じ実力だったら4年1年だったら1年使うからって もういつもおっしゃられるんですよ「4年生そんな甘くないよ」みたいな感じで「うん、もう嫌だったら自分で就職活動してなさい」とかいう監督でも裏では本当は監督は導いてるんですけどそんな方だったんでもう目の当たりにしてるんでね同級生がもういけない高校もうこ,れこの状況でこんなんになったら自分が3年4年になった時にはもっと下からまた来るなるほど。やばいなと思ってたらたまたまメンバー外の練習の監督が。 練練習習らて、てバンしそしたら「あいつ誰だ?」みたいな「いいバッティングしてるな」音楽部の空いたとこに入るだけで書いてあの子誰だみたいなあ本当は名前も覚えていただいてると思うんですけど「あいつ誰だいいバッティングしてるな」みたいなコーチ「あ日檜山です」っおいいね」みたいなそっから昼の練習メンバーになったりするとメンバー外はボール拾いや守りの手伝いとかそういうことするんですけど その時にこう「檜山ちょっともう一回打たせてくれて」うん、でメンバーに混じって、うん、まあちょっとだけまだ打たせてもらって、うん、で試合それが終わって試合形式の、まあ、シートバッティングとかになったりするとそういうふうになるということはやっぱり期待されてるんで檜山ちょっとメンバーの,その試合形式でもちょっと守れ、うん、当時内野手だったんであそう、はい、ここまで内野で大学も内野で。うんで たんで,で守ってたら最後一打席ちょっとヒアファ打たせろ、うん、そこでカーンとか落ち出して、うん、デビューは1年の春の流星の一番最後ですもうその時出たの出たんですよ、駒澤戦でヒット打ってあれさ、まあ、俺らは高校の時試合やったのは筑波大学とかさ、はい、茨大ってやったったかな、まあ ちょっとレベルがその当時低くて、はい、え大学生もこんなもんなのって思ったのが<ー>こっちは高校でちょっとアン、はい、パンじゃない高校生なわけじゃないでもねそういう時高校生と練習試合する時って大体ねもう B チームとか C チームがレギュラーは出ないでその東洋ってもう プロ野球でいうとさ伝統球団みたいなもんじゃないすごい人しか来ないじゃないで、やっぱピッチャーもすごいわけじゃないすすごいで戦う練習試合もすごい連中がいるわけじゃないそうですよそれでどう思ったそのピッチャーをいやもうピッチャー陣もすごいですよやっぱりプロ候補とか常にスカウトの方が見に来られてるんでで、監督ずっと喋りながらとかなんでまあ1年の時は最終戦だけ出てでしょそうで1人打ってあデビューだと思ってサメで使ってもらうなんですよ 1年の秋に今度はまたやっぱりそれまでの期間って長いんで、うん、やっぱ出してもらえなくてベンチも入れないみたいな感じになってその時にリーグ戦落ちたんですよリリい,きないきなり落ちたんですよだからもう僕が入った1年目に、うん、うやっぱりすごいなごい、ね、全国トールだってなって 2> で2年の春にあの今の上武大学の谷口監督が浦学院ですよね、うん、僕と同じ年で1人で投げて打ってでも大活躍して一部に1シーズンで上げてでその時にね2部,2部リーグ だったのに監督ずっと使ってくださってたんですよ全く売ってないですよヒットが最終戦まで2本で最終戦に2本でっ4本しか売ってない1割ちょっとしか売ってないでその間ずっと監督いわゆるね僕らの大学用語では捕まるって監督に捕まるってずっと捕まってたんですよ最後の方なったらあの同じもう2年になってるんですけど4年生の人の方がうまかったんですけどそれを僕をずっと我慢して使ってくださってて監督がしたら 結果出ないで腹立ってたんでしょうね、うん、で前にこう捕まってこう素振りして「こうじゃないよもっとこうだよ」みたいな感じで体をグンやらないながら「うん、もうそこまで回せ」とか言いながら、うん、で僕も「いやちょっとそれは納得できない」とかあったりすると顔にやっぱり出ちゃうじゃないですかうなどうして「うん、なんだ貴様その顔は」とか、うん、みたいな感じで言われたりとかそれでそのまま終わって夏にオフに京都帰ったんですよ実家前の合宿で 行っても戻ってもずっと監督に捕まるんだろうな嫌だなとか思いながら、うん、で当時はねまだ体も細かったんで、うん、自分は篠塚さんタイプみたいな,な広角にちょこんちょょここんんうつばっただと思ってでもなんかそれでも打てなかったんでどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうと思ったらやっぱ東京ってやっぱり阪神ファンで育ってるんですけどやっぱりジャイアンツのテレビしかやらないんで、うん、それを見るとだん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 そのファンっていうよりも野球、うん、やっぱり やっぱりそ純粋に野球人として見出すようになって、うん、どの選手のバッティングがいいんだろうとか、うん、なってその時に岡崎さんや吉村さんや駒田さんがこう若かい頃でどうやったらいいんだろうなと思ってこう岡崎さんは実際はあったら 大きい方なですけど、ね、僕は、うん、の中ではそんなに大きくないイメージがあったんですな,な,な,、うん、なのにぶんぶん振り回されたんで、うんうん、これだと思ってちょっと振りまくろうと思ってあのオフに京都帰って自分自身を帰ったんですよ、うん、もう考え方そのものぶ、うんぶん振ったろうと思って素振りもぶんぶん振るし僕中学の時から 家のの半分場場を練習場に親父がしててくれてて自分のお手製のネット溶接鉄でこうティーバッティングのネットを作って跳ね返るのを防ぐためにいらない毛布をこう吊るして<ー>ボタンって落ちるあ打っても落ちるようにっていうでそういうティーバッティング練習場をしてたんでもうティーバッティングもフルスイング何をするのもフルスイングでその形を作って秋のリーグ戦前の合宿に行ったら。 カンカンホームラン出らして練習でも練習で,でじゃあもうゲームも飛ぶ感覚つかんじゃったなんかもういい感じだなみたいなほとんど右中間左中間にライナー、あのー、よんなんかもうホームラン角度でいらっしゃ<ー>そしたら監督が「おっ全員集合だヒ<ー>ャーマン見てみろ!み」<laughs> どうしたんだこいつだ!」みたいな <laughs> なって。 見本になっちゃったへえそこからそのままリーグ戦突入してもう一部ですよ一部リーグいきなり首位出しちゃったはですとうとうのそうそうたるエースみんな大体ドラフト1位とかでキえピッチャーから打ちまくってそれであれ俺いけるかも急になんかプンプン振り出してからはいもうんかやっぱ有名なピッチャーから打ってるじゃないですかあれって急に自信持ち出してそこから監督の見る目も変わってうん